弁天がいない。ここしばらく家に帰っていないらしいの。ラムのところで遊んでるのかと思ったのに。うちもこの頃全然会ってないっちゃ。弁天を見つけたらすぐ連絡するように言ってちょうだい。預かってるものがあるって。わかったちゃ、おゆきちゃん。そういえばこの前電話した時もいなかったっちゃ。おい、どうしたどうしたのかな。おい、どうしたんだ。死んでる。あ、なんだか動物の話ね。まあ、来て。おっ、勝手に上がり込んで風呂借りたぜ。下の音もさらくなってる。もうここのとこ忙しくてよ。風呂に入る暇もなくなっちゃう。あげないとあたい。あの子さんそんなに帰っちゃったものか。うちにも帰らないで何してたっちゃ。なんだよ、預かってるもの。おゆきさんも心配してたっちゃよ。どれからだ。それがね、差し出人不明なのよ。ちょっと探し物があってな。探し物って何なくしたっちゃ。あれ、あの右足の時死んでたやつだ。え、忘れちまった。これ、俺らに言って。そして、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 鎖が。どうして鎖が必要なの。なんだ、こういう形が必要なの。鎖が。